いつだってマト水平のスレイブアフレコアフタートーク。皆さんこんばんは、和倉優希役の広瀬優也です。皆さんこんばんは、駿河シュシュ役日の丸です。この動画はですね、アニメ的戦兵のスレイブの第2話を放送した後に公開されておりますよ。はい、私たちも2話のアフレコが終わった後にこの収録をしております。そうですね、現在20時8分に28分になりましたか。トークを始めますよ、はい、今回ね第2話にしても早速シュシュちゃん会と言ってはいいんでしょうか。シュシュちゃん会、シュシュってシュシュって言えない問題いや本当ね、シュシュ言えない問題で、いやなんだろう、作業が連続で続くから、いや頭のところで今私も駿河シュシュって言えてたか2音目がねシュシュ消えちゃうんですよね。シュ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 、ね、シュシュちゃん可愛いね。ちょっとこう、ね、なんかあの男をこう振り回していくけど、うん、なんか最後のシーンではちょっとキュンとした。そう、実はウブだっていうところが ねギャップがあって可愛いです。なんかね、さっきの話だったらオーディションのセリフもなんかあったみたいな。あ、そうそうそう、今回の話数の中に、うんうんうん、まあ、登場のところが見ちゃったっていうところ。あ、そう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 、可愛いね。さんとうとう尻尾出したねっていうところ。意地悪、意地悪、意地悪なのかな。興味興味があるんでしょうね。そうですね、興味が、ね、男の子に対して興味があるっていうのを前面に出したいですっていうディレクションでした、うん、ディレクションまで教えていただいてというディレクションでした。そうね、はい、こう結構バトルシーンとかもね、なんか軽々しく、うん、ありゃーみたいな、うん、ね、テンション感でね、なんか周期退治が楽しいって言ってたから、うん、ちょっと京香さんに怒られてましたけど。そうですね、ちゃんとしっかりね、スリルを求めないでやってくれ、はい、それは命かかってるからね、そりゃそうなるよねなんか大きくなるからね、はい、なんかその、うん、男性に対してのなんかそういうね、うん、こう勇気がこんなことしたら本当危ないですよみたいな、大丈夫だよみたいなね、まあ、大きくなれるからね、うん、逆に襲っちゃうよっていうねと言いつつも、はい、ちょっとギャップのね。そうなんですよ、テレアのちょっと恥ずかしい、可愛らしいねえ。まあ原作読んでいる方はまあこの後も知ってますけど、うん、こうアニメから入った人はね、うん、この後のシュシュちゃんと、うん、まあ、ユウキとのね、ちょっと関係性というか、お、どうなっていくのか、変化が現れるのか、ね、手放せないよって言ってたから、お、本当に手放さないのか、ね、今後も結構あの魅力的なキャラいっぱい出てきますから、はい、ぜひ、2話、次3話ですね、はい、さあもう引き続き楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、ということでアフレコアフタートーク第2話でした。それではまた来週、バイバイ。